づいたら子供だったのにリサが最年少で二十歳になるということでみたいなすごい自分でも全く実感はないんですけど、やっぱり周りの人から大人になったねとか二十歳おめでとうって言われてようやく実感をしました。今はまだ私6キロ太ったんですよ。で、太って胸も出たんで今がチャンスなんですよ。で痩せちゃうと胸がなくなっちゃうので今がチャンスなのでグラビアの仕事ください。ください。形になりました。お願いします。ほらあれ、おーおーほらここにもいる。グラビアでもやってたじゃん。グラビアといえばやばい。そうですよ、カロちゃんのがいやいややってるじゃん。やってないよ。毎月心得、うん、心得なんかない。家にワンダーコアを買って3日でやめました。え、3日でやめたの？速攻で買ったのに。なんで？あれいいよ。3日坊主ってやつでなんですか。もらいな、ちょうだい。ワンダーコア、はい、シャピオンね。武器がないとやっぱグラビアは。いや、他人はできるから、こうすれば。マジックで書いて。A カップグラビアってあんま聞かないから。確かに、貧乳グラビアってね、いいと思う。そういう思考の人もいるから。貧乳グラビア本当にいる、うん、だって男はどうせみんな胸なんだよ。じゃあ小さいのも好きな人もいるから失敗好きに世界の貧乳に届け。やれ。リサは本当に簡単な漢字も読めないので、
あの英語の本とかをあげたんですよ。英語なんか勉強したいみたいなこと言ったらあげたんですよ。そしたらその英語の本に書いてる漢字が読めないんですよ。そこからみたいな。漢字ドリルから始めようかな。そうだね、ドリルはちょっと赤ペン先生クモンに通おうかな、とりあえず。ちょっとそういうの、あ、本当に勉強はダメなんで。僕らが生きたさ、立ち続けていたリサピョンだからこそこんなに長くお休みすることがすごく大きなことに感じてしまって、もう同じステージに立てないかもななんて思いたくないけど、正直そう不安に思ってしまう日もありました。長い休みの前にリサピョンはメンバー一人一人にお手紙をくれたね。お手紙の最後にリサピョンが必ず戻ってくると書いてくれてました。その手紙通り、リサピョンはちゃんとステージに戻ってきてくれたね。毎日毎日ライブが楽しくなります。ちゃんとここにいてくれてありがとう。この温かい皆さんと、リサピョンのために来てくれたみんなと、リサピョンを心から思っているメンバーと一緒に最高のライブを作って、そしてまた明日からリサピョンの自信の糧にしてください。それがいつの間にか事務所に住ませていただいて、中学を卒業し高校には進学せずに芸能の道を選びました。その時まだ15歳だったので、もちろんホームシックにもなったし、東京が怖かったし、とにかく急変した生活に戸惑いました。遊んだり旅行に行ったり部活したり恋愛したり、学校帰りにマック行ったり、普通の高校生として青春を楽しんでいてとても羨ましかった。でも私は自分で選んだ道、とにかく夢中に何年もここで頑張ってきました。私に後悔はありません。楽しい思い出がたくさんあります。普通の高校生が体験できないことをたくさん体験してきました。
ました。そんな私の青春時代は今の自分の自信につながってるし、自分の誇りです。そんな私ももう20歳、完璧に大人だし、これからは子供のリサじゃなく、しっかり前を向いて自信を持って、10代に培ったことを無駄にせず、毎日を生きていきたいと思います。とても大きな大きな愛と元気をもらいました。これからも沢田梨沙は元気に生きていきます。これからもアリス10番を、仮面女子を、そして私の青春アリスプロジェクトをどうかよろしくお願いします。今日は幸せな一日を、本当にありがとうございました。皆さん今あの劇場でも予約会を行っているので、皆さんよろしく。